あのサウナめっちゃ好きで、あサウナね、いや、はい、めっちゃ行ってるよな。サウナ好きでね、行きすぎてだんだんなんかちょっとあこれじゃ満足できないなって思い出した。あもう体が慣れてきちゃって、もうこの温度じゃダメよみたいな、うん、で暑さと冷たさが大事なのよ、うん、だからちょっとダメだなって思って調べたらね、あの埼玉に草加健康センターっていうのがあって、うん、あ草加、うん、草加っていう地名なんですけど、健康センター、はいはい、あるよね草加、そこめっちゃいいなと思って、うん、30人ぐらい入るサウナ、ね、おおでかいね、めちゃくちゃでかくて、うん、もう3段あって、うん、でもうめちゃくちゃ暑いのよ、もう、あもう温度も普段の感じから、で外に氷置いてあって口に入れていいですよみたいな、うん、ああなるほどね、もうケアもしっかりしてるし、で外出たら外に水風呂があるのよ、うん、で水風呂の水温が15度、あだいぶ冷たい、だいぶ冷たい、うん、もう普通の水風呂だと20度とか18度ぐらいなんですけど、うん、15度よ、だから俺普段水風呂は1分半ぐらい入るんですけど、1分も我慢してらんないぐらい、もうあーってなっちゃうぐらい、でもうだいぶ整って、うん、わこれ気持ちいいなって思ってた時に壁パッて見たら、ロウリュタイムって書いてあって、うん、これはすごいぞと思ったら、うん、そこのロウリュ普通のロウリュじゃなくて、うん、爆風ロウリュっていう、うん、あの草とかをこうやってなんかブイーンってやって掃除してる人いるじゃん、うん、道路とかであれでロウリュやんの、タオルじゃないのよ、風がじゃあめっちゃ来るってこと、そう熱波がもう風速80メートルってこと、いや何の意味があるの、風速80メートルのロウリュなのよ、うん、だからもうそれでもうこう始めますってもう30人ぐらいいたんだけど、うん、ジャーってやってブイーンってまず熱波こうやって回すよ、うん、回し出したら回し出しただけでおっさんがダメだこりゃーとかって言ったらはけたりとかするぐらい、もうモサのもうモサがどんどん消えていくの、モサが消えていくぐらい激しいやつで2台持ってるから一人一人って言って、うん、こうやって2人ずつこうやってブイーンってかけてくる、なるほど、でこうやってブイーンって10秒ぐらいこうやってやって、うん、あーちーとかってもう限界だっつって出てくる人がいる、で俺もとりあえずなんとか耐えて、あもうおっさんが逃げるようなの、もう逃げるような、俺も伊達にサウナ行ってないから、うん、でももう耐えてよっしゃ水風呂だって、水風呂気持ちいいってなったら、うん、じゃあそのスタッフの人が出てきて、2セット目10分後行きますよとかって、もうちょっと生きってるやん、ちょっと生きってる、調子乗ってんだよあいつら、うん、20分後に、うん、あ10分後にあるって言ったから、もう一回行ったら、もう一回行ったら3分の1しかいなくて、あもう人がもう全員なんかもうダメだっつって言ってね、もう出てっちゃったよ、もう、うん、だからもう本当に10人ぐらいしかいないから、うん、だからもうそのロウリュマスター も、うん、もうやる気満々になっちゃってもうよっしゃじゃあどんどん行きましょうかとかって言って残りも倒すぞみたいな、もう残りも倒すぞみたいな感じで、うん、じゃあダブルで行っちゃいますって言って、80メートル風速80メートルの爆風ロウリュを一人ずつ当て出したの、でそれで俺にこうやってブイーンってやって、あーってもう俺もめちゃくちゃ熱くて、あーとかって言って、もうなんとか耐えて、って思いながらもう水風呂バーって行ってジャバーって入って、はっはっはっやっと助かったと思ったら、ロウリュマスターのやつが外出てきて、あーここにある氷余ってるんで行きますねとかって言って、水風呂にある氷こうやってガシャーンとかって入れ出して、でみんなあーめっちゃいじめるやん、もう水あーってなって外出て、もう頭もうグワングワンで、もう整うところじゃない、整いまくり、もう俺もう本当にもうどこがどこだか分かんなくなっちゃって、うわーってなって家帰って38度の熱が出た健康センターで健康センター行ってサウナ入って熱出ちゃって、ほんとに最悪や、無理しないでくださいって書いてあるのよ、で俺完璧無理してたもん、だって、うん、俺ぐらいだもん、だってあーとか言ってたもん、確かに